こんにちは、Jカムです。今回はフォレスターの前に3年間乗っていたスバルアウトバックの3年間レビューをしたいと思います。今度新型アウトバックがようやく日本で登場しそうだということで、アウトバックのレビューを通して新型アウトバックで噂されていることを紹介しながら、私が次期アウトバックに臨むことを紹介できればと思います。また随所にフォレスターとの比較も行っているので参考にしてみてください。まずはアウトバックの良かった点を7点紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。1点目は外観デザインのかっこよさです。フォレスターの1年レビューでも言いましたが、斜め正面から見たアウトバックは最強だと思います。今でも写真を見るとなんで売ったんだろうと思ってしまいます。本当にこのレッドワインとブラックの組み合わせのアウトバックが好きでした。約11年前に初めて愛車を購入した時からいつかアウトバックを購入したいと思っていて、レガシーツーリングワゴンを7年乗った後に念願のアウトバックを購入したという背景があります。今でもアウトバックが大好きです。次期アウトバックもかっこいい姿を継続してくれそうなので楽しみにしています。2点目は余裕のあるトルクの走りです。この 2.5 リッターエンジンを試すいい機会がありました。今、登ります。2018年8月、鳥取県のベタ踏み坂で有名な江島大橋を訪れました。アウトバックのインテリジェンスモードで試しに登ってみることにしました。2.5 リッターエンジンなので余裕のある大人の走りができます。本当に大人の走りという表現がぴったりだと思います。現在のフォレスター e ボクサーは2リッターエンジンで、 2.5 リッターのフォレスターにも試乗しましたが、アウトバックと同じ力強い安定した大人の走りで、総合的には e ボクサーよりも 2.5 リッターの方が私は好きでした。家に帰宅する途中で200メートルほどの坂道があります。アウトバックでは苦もなく走っていましたが、フォレスターでインテリジェンスモードだとパワー不足をやはり感じます。フォレスターではこのような坂道ではスポーツモードで走っています。実はこのスポーツモードがあるので 2.5 リッターを選ばなかった理由です。アウトバックは余裕のある大人の走りなので、インテリジェンスモードからスポーツモード、スポーツシャープモードに変更する機会がほとんどありませんでした。実際 e ボクサーも十分満足できるエンジンだと思っています。次期アウトバックはフォレスター C 型レヴォーグで登場した 1.8 リッターエンジンが搭載される予定だそうです。3点目は揺れの少ない快適な車内空間です。運転席だけでなく後部座席に対しても言えます。私の母は片方の耳が聞こえないので、普通の乗用車の後部座席に乗ると細かな揺れを敏感に感じてしまい酔ってしまうそうです。その母がアウトバックに乗った時に揺れの少なさにびっくりしていました。そして酔わないということでアウトバックを高級車とずっと言っていました。次期アウトバックは
スバルグローバルプラットフォームの車体になって、スバルのフラグシップとしてどのような車内空間に仕上げてくれるのか、とても楽しみです。4点目は静粛性です。フォレスターの1年レビューでも言いましたが、静粛性は現在のフォレスターよりもアウトバックの方が若干上です。一般道路では違いを感じないレベルだと思いますが、高速道路で比較するとやはりアウトバックの方が静かだったと思います。ほら、あそこ山だ。なんか雲の外に。でも旅行は楽しかったです。これも次期アウトバックでどれくらい向上するのか楽しみです。圧倒的な静粛性を期待します。5点目はアウトバックの広さ長さです。フォレスターの1年レビューで言及させてもらいましたが、私の次回の車はアウトバックの広さとフォレスターの高さを合わせたような車が理想です。やはりアウトバックの長さ広さは良かったなぁと車中泊をした時に思います。ロングドライブではよく高速道路のサービスエリアで夜中に寝たりします。アウトバックの方がやはり快適でした。6点目は長距離ドライブです。コロナ前、私は車で九州や関西、中国地方によく行っていました。九州の福岡県まで東京から約15時間ぐらいかけて行きます。途中のサービスエリアで数時間寝たり休憩を取りながら旅行しますが、アウトバックは本当に良かったです。大人の走りとよく表現していますが、長距離になればなるほどこの大人の走りが疲労感を軽減させてくれます。まだフォレスターで6時間以上のロングドライブをしていないので、フォレスターがどうなのかということはコロナが落ち着いたら検証していこうと思います。7点目はどこにでも行くことができるです。フォレスターの1年レビューでも言及した内容です。車は移動するためのものなので、このどこにでも行けるということがすごく大事だと思います。新型アウトバックに関してアメリカで面白いモデルが登場しました。その名はウィルダネス。都会派風のアウトバックを野生味あふれるモデルに進化させています。私のアウトバックは3年で約4万8000キロ走りました。中国地方、関西、北陸といろいろな場所に行きました。冬は新潟県の苗場スキー場、長野県の白馬、群馬の草津に行きました。夏は島根県や兵庫県の海で泳いで、岡山県の田舎を子供たちに体験させました。埼玉県にキャンプに行ったり、秋は新潟県の苗場や茨城県の花園渓谷へ紅葉に行きました。花園渓谷は仕事で忙しかったので、往復4時間、滞在時間1時間の強行軍でした。しかし、アウトバックの大人の走りのおかげで疲れず、休日出勤も無事できました。不満点は1点だけです。内装フロントディスプレイの角度が悪く、後部座席から太陽の光が反射して全然見えませんでした。アウトバックが好きすぎて、いろいろなところに行ったことで5万キロを超えそうになり、車体価格や今後の維持費を考えて最終的にフォレスターに乗り換えることにしました。アウトバックは満足感が高くて本当にいい車だと思います。さすがスバルのフラグシップです。いつかまたアウトバックは購入すると思います。私はフォレスターの動画や在宅勤務環境の動画、ガジェット動画やキャンプの動画を作っています。気に入ってくれたらチャンネル登録をよろしくお願いします。